西口駅舎席聖駅は、兵庫県丹波市光町席聖屋在能にある、西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅構内端式、島式の複合型二面三線のホームを持ち、列車交換や退避が可能な地上駅。東口、西口ともに駅舎があり、ホームとの間は、古戦橋で結ばれている。篠山口駅管理の無人駅。 2021年3月13日に高こなどの交通系 IC カードに対応した。駅舎内に自動券売機がある。かつては現東口に機能の中心があり、キオスクも営業していたが、西口ができてからはその機能の大半を西口に移した。西口の1階では喫茶店が営業しているが、 出札窓口横にあった丹橋市の観光案内所は2016年に閉鎖されている。当駅は駅業務を丹橋が受託する簡易委託駅であったが2021年3月31日をもって無人化されている。2番線を上下本線とした一線スルーの配線となっており、通過列車はすべて2番線を通過する。篠山口大阪方面行き列車は すべて一番乗り場から発着する。福知山方面行き列車は二番乗り場ないし三番、乗り場いずれかを使用し、通過列車がある場合は三番乗り場を使用する。なお、三番乗り場は二番乗り場同様に、上下双方向の発車に対応している。平成26年8月豪雨の復旧期間中、当駅で折り返し運転が行われていた。日中は、 篠山口駅発着の普通が1時間に1本停車する。朝晩には大阪駅発着の丹波路快速も設定されている。駅前の駐車場を利用してのパークドライドが行われている。しかし、駅周辺の人口の減少やモータリゼーションの影響もあって利用者は伸び悩んでいる。鉄道利用促進を図るべく2007年度には 近距離利用時の特急料金の一部を自治体が助成する社会実験が行われ、当駅もその対象となった。兵庫県統計所によると、近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。一市政地区は丹波市ひかみ地域の外れにあるが、商業施設や飲食店等が集中している。住宅地は国道沿いを中心に存在している。西口ロータリーにある、 石瀬駅西口停留所から新規グリーンバスの青垣、野瀬、柏原、三南方面への路線が発着している。ありがとうございます。